私にとって海とは地球最後のフロンティアです。東海大学札幌校舎で特任講師をしています武藤望と申します。 DNA の分析を使って魚の進化の歴史を研究しています。岐阜県出身の武藤さんは子供の頃から釣りなどを通して魚を好きになり、もっと魚のことを知りたいと思うようになりました。そして京都大学卒業後、魚の DNA の分析をテーマに研究することができる東海大学の札幌キャンパスにやってきました。 DNA って生き物の設計図のようなもので、 DNA を調べることでその対象としている生き物を丸ごと捉えることができるという、そういう特徴があります。図鑑などでは見た目や特徴で魚を分類していますが、武藤さんの研究では実際に採取した魚の DNA を分析して、親戚同士の魚がどうやって枝分かれしてきたのかを探ります。例えばこちら、見た目は同じサバの仲間のようですが、 DNA を分析してみると、2個体の DNA の、塩基配列をですね、一部分を取り出してここに並べて表示をしています。この色がついている部分は2個体その DNA の情報が同じということになります。今映っている範囲で3箇所色の抜けている部分があって、DNA の情報が違う部分がここに3箇所あるという、そういうことを意味しています。 DNA の情報が違うということは、2個体は別の種類生き物である可能性がとても高いと、そういうことになりますね。武藤さんが情熱を傾けるこの研究はどんなことに役立つのでしょうか。例えば魚がもう魚体が残っていなくて切り身の状態になってしまったとしても、そこから情報を取り出してもともとどんな種類だったのかというのを識別することができますので、何か食品偽装みたいなことがあった場合にそれを洗い出すような検査に応用することができるということになりますね。で、実際そういう検査に使われているというふうに聞いています。さらに今までにない種類の魚だと証明できれば名前をつけることができるんですって。場合によってはそういうこともあるかなと思います。はい、実際そうなったらどうでしょうか。そうですね、とても嬉しいですけれども、何か今までお世話になった方に恩返しのような形で誰かに懸命をするとか、そういうことができたらいいなと思いますね。やっぱりいずれにしても本当に先生は魚が好きなんですね。そうですね、はい。